多分もういけるかなあけたどうも、えー、ボビーアトレザーのボビーです、ね。今日は11月22日、いい夫婦の日ですね。ねえー、82回目の配信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 えー、ボビー・アトレーザーのボビーです。えー、大阪のですね、えー、ボビー・アトレーザーのアトリエからあライブで、えー、配信しております、ねえー。今日は11月22日のね、えー、いい夫婦の日ですね、えー。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねえー、今日も秋晴れですよ。行、ねえー、ここ楽にはぴったりですかね。 まあ、あもう僕はですね、えー、昨日もずっとアトリエでね、こもりっぱなしで、えー、こもりっぱなしでったら、まあ、ちょっとあのネガティブな雰囲気に、えー、なるかもしれませんけど、非常に、えー、有意義に、ねえー、過ごさせてもらいました。ではで、ね、なんというかですね、このこれですよ、これ,、えーこれえー、リモフェスですね、えー、今、昨日からですね、開催されててましてね、えー、今日、二2日目、ね。 昨日1日ですねこのリモフェスをですね、えー、体験させてもらいましたあの何ていうんですかね、えー、まあこのねリモフェスの存在はもちろん存じ上げてましたし、えー、この主催してる中のですね一、えー、人のメンバーですねあの吉健太郎さんですね吉健さんねシンガーソングライターのですね、えー、あのー、同じ小豆島ね 香川県の小豆島出身のですね六神、えー、がですね,、えーですねえー、いろいろこういろんなネットワークを駆使してですねいろんな方ですね、えー、つないでですね、えー、オンラインでのリモートフェスティバルということですね、えー、されてるんですねまあ来年はあのー、リアフェスっていうですね、えー、リアルに、えー、こうライブをねイベントを しようっていうこといこですね、えー、非常にまあその前哨戦という感じで、えー、やっぱりこう夢を持ってですね、あのー、こう開拓していってるわけですよね、えー、かっこいいですね。でまあ昨日それでですねこのリムホフェスのおもう僕もまあまあねパソコンでえ見れるんでね。 まあ制作をずっと続けながらですね、えー、耳をですね、えー、その画面に画面っていうかあの、ね、あのパソコンから流れる音あの画像と音声をですね、えー、耳にラジオのように聞きながらですね、えー、ずっと制作を続けてました夜までね。やっぱり1回目のねあの出演が勝くんだったんでねあの小豆島同じ小豆島出身のね、えー、シンガーソングライターですね。 えでまあ一茂君がたまたま,まあ僕もちょっとおおやってたんでね画像がまだ固まったね今日ここんなことにならないようせないからねで、えー、これでもう一回リセットしていけるかなえー、いけたかないけたらラッキーかなうんあいけたね多分そのこう僕は多分こう動きこう,こう動いてた時にこう多分レンズがあうわになるやろうからねうんまあだけどこれ出しとからね <laughs>、うん、ででまああのフフフが えー、出演しましま僕その時はちょっとあの食事に出てたりしてたんで,で帰ってきたらですね一、えー、く君がなんかこう熱唱してるわけですよ自宅スタジオのね多分ね <laughs>、えー、ご覧になってた方も何,何人言ってると思いますけどねで思わずですね、えー、でまあその楽屋トークコーナーがあって。 楽屋の方で、まあ、出演の方がねそれぞれのふだんツイキャスをされてる方はツイキャスから配信、えー、YouTube をされてる方は YouTube から配信という感じで、えー、いろいろあって、まあ、それはもうそのリモフェスの,のプラットフォームというか Twitter のプラットフォーム とかのこう書き込みみたいなのらねそこからリンクして飛べるようになってるもう,うまいことこうええ感じでこう滞りなくいけるように、えー、されてるんですごいなと思ってねでまあちょうどああ克司君が昨日終わったんでその後に、えー、その楽屋いうんでねそ,のそれはもうあの公開でみんな皆さんまあねご覧いただいていると思うんですけどえー YouTube で <laughs> その模様がね垂れ流されてるわけですよ <laughs> あの Zoom の画面が、うん。でまあそれはなんか僕もあのね 昨日の段階では別に出演者でも何でもないしで、まあ、僕ましてその演者さんでもなかったんで <laughs> なんか具合悪いからな厚かましれないかなと思ったけど思わずあの和司君と吉健さんが映ってるんでねあのお久しぶりやな<笑><笑>思って思わずあの不慣れなーズームですかねズームにあのアクセスしてですね、えー、入室して <laughs> であのごちそうよかったやんって言ってね えー、話を割,割,あの割り込みっていうか、ね、乱入したりとかしてねしれっとねこ,うこの人誰やろって感じで多分みんな思ったやろな思うんだけどね、うんであの。すごくこう 新ししい体験を、ね、さして僕も刺激的な時間をねでまああのー、ずっとね、えー、ライブをこういろんな方ね見ながらですね、えー、僕はどっちかというと西日本で、えー、に住んでるでしょでまあだから東京からあ西側のねミュージシャンの方とか、まあ、そういうお店とかあそういう方とはねなんか少なからずうなんかこう交流があったりとかするんですけど。 えーきね、あの仙台とかあ福島とかあっちの北関東ですよねあの僕からしたらですよ。 の方とか、ね、ミュージシャンの方とかあそんなには僕はあの、ね、ツアーするような人でもないしここもうほぼほぼ,ほぼお大阪のね、えー、下新城南えゃあ東大阪区のお下新城からですね、えー、こうやって配信してるような感じでお,お過ごし方なんでね、まあ、せいぜい行っても京都ぐらいですよお日帰りでねでまあそんな感じで、えーいね、なかなか移動もないんですけどもね。うん 今年そういえば東京に一回もいっとらんな思うでね、うん、おおと思ってどんだけ頻繁にねほ,ほぼほぼ東京かあーまあまあ,あの、まあ、小豆島に帰るかあちょっと福岡の方とかねもう福岡とかあ僕大好きなんでね福岡をプラッとね、えー、あ,のあのこう。 かん観光観光じゃないなかけ、まあ、たけど観光みたいなもんやね、うん、ちょっとこう懐かしの、まあ、町をね訪ね歩いたりとかね、うん、あと最近名古屋もちょっと行ったりしたけどすぐ帰ってきたかな、うんうんうん、まあねそんな感じですよほとんどまあ大阪 <laughs> ねえー ずっとほんでね。でまあ今日君の本でまああの制作してまあ、まあ、いっ一旦まあまあライブのイベントが終わったんでで僕もちょっとお場所を離れてたんですよね。でまああのラインをね、えー、こう届いてピコーンとなってまあまあそのおなんていうんですかリモフレス関係のねいろいろな方のねああのねあのね連絡網みたいなのがピコーンと来てくる見て,見,て見たんですね。 あほんならまあ,あのお疲れ様でしたと僕もあの今日、ね、最初からずっと見ながらあー感動もしたしねいろんなことを気づきがいっぱいあったなと思ってね、うん、でそういう,ふうねこうを押されてる姿勢っていうのがあすごく心打たれますし。うん あのもう本当に拍手を送りたいなと思ってんでまあそういうふうな、まあまあまあ、簡単にねお疲れ様でしたとこういう会社ですね今ちょうどちょっとこうプチ打ち上げみたいなね1日目の初日のねやってるからあの参加してくださいよって言ってあ,のあったんででまた急いでアトリエに戻ってきてですねあで、えー、あのこう何てうんですか だかららトークに混ぜてもらってもっですね、うん、あのすごく、うん、貴重な時間をです、ね、過ごさせてもらいました。吉健さんともね、今日吉健さんとね、えー、夕方の4時、えー、40分、4 0分かな、16時40分から5時までのねその楽屋トーク的な感じの時間帯にですね、えー、僕と吉健さんとね、うえーまあ、小豆島の先輩後輩みたいなもんですよね。 もう社会人になってから実際にこう,もうミクシーがなミクシーを通じてねあのつながったんですけど実際はね <laughs> 1十年10年とは言わんな12年2年3年うんぐらい前かなで、まあ、それまではねこうわではですね、えー、よく名前が届いてったんでね吉井健太郎いたらねでやっぱりその小豆島のね実家にたまに帰るでしょ。 だからやっぱ当時あの、ピープルっていうね、えー、機関誌があ情報誌が小島の情報誌があってです、ね、その情報誌のピープルでですね、えー、コラムかなんかなあいつもよしけんさんのコラムっていうかそんなのがあってね、えー、す,すごいなあ思ってね、えー、なんかそのことを昨日ちょっと久しぶりにしゃべりおったんだけどね。うん でまあそういうのはもうおー YouTube で流れとったらしくてもう全然そんな知らんと喋れとったからうんなんかね、えー、でもなんか知らん間になんか関西の,の言葉かもう小豆島弁が出よんやろうね多分ねで自分ではこんな全然気づかないんですけど。 やっぱこう他の演じの方がああ、ち <laughs> ょうど正面 <laughs> 久しぶりに聞いた感じでね何でだったみたいでね、えー、僕はもう全然、えー、ね、なんかこう場違いやったかどうか分かりませんよ、うん、まあ、今日はあーまあ対談でねあのいろんな多分レーザーのこととか僕の、まあ普段、 語ったこうい、まあ、こういうな配信でも語ったことないような話になるかもしれないし、まあ、対談でこういうふうな配信っていうのはあないんでね。 ずっともう一り語みたいな感じでね喋、うん、っているだけなんで、えー、どういう展開になるのかですね、えー、今からあの非常に楽しみでですねこれはもう聞き逃さないでいただきたいなと思いますね、えー、16, 16時40分から5時まで20分間ね、えー、僕と吉健さんのですね、えー、トークになりますねまあインタビューなんかねまあいろいろなんかこう まあ僕がね、えー、こういう形に今ボビア・トレーザーとしてですね、えーあのー、活躍っちゃ活,活躍とは言わんか <laughs>、ね、活動っていうかな、うん、地道な地道なことなんでね僕なんかね、うん、あの派手なこともないんで。うん でまあ、そういうなろいろ今までの,このいきさつっていうか、まあまあ、ストーリーっていうかね、えー、そういうなのをね、あのー、語るかもしれませんし、うんひあのー、まあまあ僕もドキドキしてますし楽しみにしてますね。でまあそれ終わったら、ねまあ、まあライブもこうずっと続くわけでしょえ、ね、出演者の皆様のね。うん、で、まああ あ今日あの他にもねあの対談のやつで、ね、お面白いのがあるんですよあの三田大仁田淳さんね大仁田淳さんの付き人をされてたんかなあの方のね、えー、マスクマンのね えー、ラ,ーラーメンの何か作ってはるか,うか僕もそれ,それも好きになってるんですけどね、うん、だからずっとあの聞き逃さないっていうかあのずっとまあまあ今日は今日もですね、えー、1日目のねシリモフェスの引き続きで,ですね、えー、2日目のもう,もうちょっとしたら始まったら始まりますけどね、うん、なんかあの見逃せないようなプログラムになってると思いますねまあ、まあ、ほんで終わって、えー、最後,最後あのー。 まあ、今,日今日のプログラムはこれですね今日の出演者ですね。うん、あのこの水戸さんねあの僕もあのこう昨日のやり取りでしかねあのご一緒してないんですけどねあのええ感じの方なかなかえ <laughs> え感じの方ですね楽しみですね。うん、で、まあ、今日のスケジュールはこんな感じですね。えー、まああの スマホでね見てる方は何回とかようわからんわいう感じでね多分あのお叱りの声が後で僕に来るかもしれませんけどですねあの僕のホームページのねブログの方にねあの貼っつけてますしリモフェスのですねえーオフィシャルの。 ね、ページに、えー、飛んでいかれる、まあ、僕リ,あのリンク先フェイスブックページのです、ね、下にこう貼ってますんでね、えー、そこにクリックしてもらえればこのスケジュール、ね、見,見れますし、えー、それでですね、えー、こんなことあるんやなと思ってね、えー、見寄ってくれたら嬉しいですね。でまあ最後のこの,この,こ,のこの画面で言うたら一番下の。 おところでね、僕もこれ今パソコンの画面で何書いてのかわからないけど、ままあ、多分あの打ち上げ的なもののコーナーと思いますあのお疲れ様でした的なねでみんなでねこれ、あのー、オ,ンラインねオンラインでのお、えー、打ち上げになるんでね僕も今さっき日本酒をおお紙パックを買ってきましたね。うん でまあ今日はですね、僕はまあ日本酒でですね、えーまあ、あと、イエガーマイスターも <laughs> あるんで、まあ、どっちかで <laughs>、えー、いい感じで乾杯ができたらなと思いますし、まあ、そ,そ,ううそのもようもですね、えー、YouTube でですね、えー、ご覧いただけることがでいただきますんでね、まあ多分その時の話もおも,おもろいと思いますよ。うん <laughs> 昨日も大会刺激的な時間でしたしなんかあの覗き見できますんでねえまああのどんな感じにねお酒入ったらみんなどんな感じのえでねえ楽しめるかにもね見どころやと思いますしねえ今日はね終日これから午後からねえまあパソコンの前でねずっと過ごしていただければなと思います。 ね、僕もパソコンの前,から前にずっといますしね、うんでまあまあ、パソコンとか、まあまあ、アトリエの,ここあの作業だけ、まあまあ、23歩しかかか <laughs> らへんけど、まあ、そんな感じで、ねえーすえー、過ごしていきますんでね今日も皆さんも、ねえー、ぜひあのパソコンの前で、えー、ロックロールを楽しみてください。ね えー、それじゃあ,あ、いい夫婦の日を、素敵ないい夫婦日をね、えー、お過ごしください。それじゃあ、またお会いし後後ほどお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ。